このアベマリオもはや見ることがなくなった、私もですねリオオリンピックの際2016年に関してはですね、ああこのままこの東京オリンピックが行われる時にはですね非常に多くの仕事が舞い降りて活躍の場を設け、そして吉本興業もそうだそうだと、まさかの東京オリンピック2年前イベントからですね私は土管を持ち歩きそういった営業にですね回っている次第でありました。2年前イベントでも非常に盛り上がり、1年前イベントでも非常に幕張イオンモールで大きな盛り上がりを見せ、まさかの辞任そしてオリンピック延期、私もですね、テレビラジオ営業すべての仕事を失うという、逆の3本の矢が飛んできたと、そういう形をですね感じておりますが、吉本に所属しておりますんで吉本でしっかりと地に足をつけて、活動しなければならない、そういったことに関してはですね安倍晋三以外もこう力強くやっていかなければならないんではないか、私が世にもう一回出れるようにですね違う武器も作っていた方がいいんではないかということで、こちらのライブを開催させていただいております。